和田和弘30、通算149安打、2000安打なんて夢のまた夢だな。和田和弘43、通算2050本。頭おかしい化け物、地味にレジェンドやんな。和田曲線とかいう話題以外見たことない曲線。さっさとコンバートしとけばもっと早い時期から活躍してただけやからな。年齢と本数がバグってる。怒涛の巻き返し。西武時代ってしょぼかった以前に層が厚くてあんま出番なかっただけやろ。打撃自体は良かったけど保守やったからちゃうか。万世の代表みたいに言われるけど出場機会が少なかっただけでプロ2年目にはもう片鱗を見せてるからな。和田と比べたらあれやが金本も相当移籍してから伸びた選手よな。メジャーでやれた説むっちゃすごいんやな。これでキャッチャーだったら歴代5人に入ってたのにもったいないな。通算3割なんやな、やばすぎ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価お願いいたします。